おっと、この包みはファンからではないですね。ある意味ファンと言ってもいいのかな。難しいところです。してしまいました。今、お時間大丈夫でしょうか。チョコレートをありがとう。わざわざ送っていただけるとは思いませんでした。ええ、たくさん届いてはいますが、ファンからの贈り物とは。どちらがどうといった話は、やめておきましょう。嬉しかった。今日はいいバレンタインデーになりそうだ。では、また連絡します。どうも、君島郁人です。お元気でしたか？バレンタインのお返しを送ったのですが、それだけでは味気ないと思いまして、電話してみました。社交辞令？さあ、どうでしょうね。お返しには気持ちを込めたつもりですよ。チョコレートが嬉しかったのは本当ですから。画面越しとはいえ、会えてよかったです。改めて、ハッピーホワイトデー。